次に藤田文武君、はい、藤田君。日本維新の会の藤田文武でございます。今日はどうぞよろしくお願いをいたします。あの大臣、今日あの通告ありませんので外していただいても結構です。はい、どうぞお聞き取りください。それでは質問に入りたいと思います。今日はですね、あの地域区分について少しあのお話をしたいと思います。地域区分の中の保育についてお話を、あの質疑をしたいと思います。まずですね、あの障害、それから介護、保育の、まあ、各制度における地域区分はですね、基本的には公務員の地域手当に準拠するという形で、まあ、設定がなされております。その地域手当はですね、自治体の種別、まあ、いわゆる特別区か否か、それから人口5万人以上以下、それから地域賃金指数、これ10カ年平均ですが、これで区分けされて、その後に中核的な市、まあ、いわゆる県庁所在地や30万人以上の都市への通勤者率によって補正されて決定しているものと認識をしております。子ども子育て支援新制度がまあできまして、この実施によりまして、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども子育て支援の充実、幼児教育、保育の無償化、子育て安心プランに基づく保育等の受け入れ児童数の拡大、新放課後子ども総合プランに基づく放課後児童クラブの受け皿の整備等により、子どもを産み、育てやすい環境を整備するというふうにこの制度はなっておるわけでございます。そこで、令和2年度より、保育分野において当該地域の地域区分よりも、支給割合の高い地域に囲まれている場合には、当該地域を囲んでいる地域のうち、支給割合が最も近い地域区分まで引き上げるという取り扱いが、まあ、なされるということに、まあ、なったわけでございます。これ、いわゆるあの囲まれルールというふうにお聞きしておりますけれども、まあ、そこでまず最初、認識確認ですが、この子ども子育て支援新制度におけるこの地域区分の考え方、そしてあの この囲まれルールができたこの経緯なんかをあのご答弁いただけますでしょうか。内閣府藤原子ども子育て本部審議官。お答え申し上げます。まずあの子ども子育て支援新制度における公定価格につきましては、委員から先ほどあのご説明あのいただいたとおりでございまして、あの民間給与についての地域差があることを反映するために、まあ、地域区分を設けております。まあ、具体的には統一的かつ客観的ルールであること、まあ、他の社会保障分野制度との整合性等も踏まえまして、まあ、国家公務員等の、まあ、地域手当にかかる地域区分に準拠して設定をするということを基本としております。また令和2年度の対応というふうなご紹介がございました。あのもともとこ の, あの格差につきましては、あの先ほど申し上げました国家公務員等の地域手当に準拠するということを基本とした上で、すでに平成27年度からはいわゆる地域手当がないその他地域については複数高い、あのそれよりも高い市町村に複数隣接したり囲まれている場合の、まあ、補正の仕組みがすでに27年度からあの導入されておったところでございますけれども、まあ、今般、ちょうど新制度ができましたから5年後の見直しという節目の時期でございましたので、あの今般新制度施行5年の見直しということで地域区分を含め公定価格全体の見直しを検討いただいたところでございます。まあ、その取りまとめとして昨年12月に子ども子育て会議、これはの審議会でございますけれども、まあ、法律上あのこういった公定価格などを見直すときにはこの子ども子育て会議の意見を聞かなければならないというふうに法定されている趣旨の審議会でございますけれども、こちらの会議が取りまとめました対応方針というのがございます。この対応方針におきまして国家公務員等の地域手当にかかる地域区分に準拠して設定するという基本的な考え方は維持をするというふうにしつつも、現行のこうあのただいま申し上げましたような補正措置に加えて地域手当の設定のある市町村についても支給割合のより高い地域に囲まれている場合にはあの支給割合が最も近い地域区分まで引き上げるという仕組みを、入れるべきであるというふうなあのご提言をいただきましたので、令和2年度予算案において必要な経費を計上したと、そういった経緯でございます。はい、はい、藤田君、あのご説明ありがとうございます。それでこの囲まれルールができたことによりまして、全国で隣接地域との、いわゆる格差がある市町村において地域区分の見直し検討が行われたと
ということであります。それでちょっと事例としてですね、私の地元の大阪府、そして四条畷市というところを事例に少し議論したいと思います。まず大阪府ではですね、藤井寺市、摂津市、島本町、そして四条畷市がこのいわゆる囲まれルールに該当するんじゃないかということでですね、検討をして、検討に値するというような地域にいわゆる当てはまってるんですけれども、四条畷市を除く3市についてはですね、この囲まれルールというのが適用されまして、地域区分の見直しが行われました。で、ちなみにちょっと紹介させていただくと、藤井寺市においては周りが 12% である松原羽曳野、それから 10% である八尾柏というところに囲まれてまして、でこれが藤井寺の方は今年から 6% が 10% に一応変更ということになります。それから摂津市というところに至ってはですね、16% の大阪市にも政令市ですが隣接しているんですが、同じく 16% の森口、それから 12% の吹田、寝屋川、それから 10% の茨城、15% の高槻というところに隣接してまして、これ、どれも高いということで、これ、経過措置が取られてたんですが、10% に確定したと。それから島本町というところはですね、これ町なんですけれども、高槻がこれ 15% で、隣接の枚方が 10%、 そして京都にも面してまして、京都市が 10% で、京都府長岡京市が 16% で、大山崎町が 3% というところで、これも経過措置で 10% になったところが確定して 10% になったということで、あります。でこれは非常にありがたい話だと、地域の方喜んでおられると思うんですけれども、この、ちょっとこの地域格差の考え方、それからこの地域区分の見直しの判断基準、そしてその決定方法について教えていただけますでしょうか。内閣府藤原本部審議官。お答え申し上げます。地域区分のこの見直しの手続きですとか、考え方ということがご指摘いただきました。先ほどの答弁と少し重複いたしますけれども、まず見直しの手続きとしては、子ども子育て会議という法廷の審議会で見直す場合には議論をするということになっております。で地域区分につきまして、地域区分だけではないですけれども、制度全般についてこの会議で見直す場合には、子ども子育て会議は都道府県や市町村の代表の方ですとか、事業所の団体の方、経済団体の方、有識者の方、さまざまで構成されておりますけれども、ここの会議の中で丁寧に意見を聞きながら検討いただくということになっております。一方、基本的な地域区分の考え方は、先ほど申し上げましたような国家公務員等の地域区分に準拠して設定をするということを基本的な考え方としておりますけれども、独自の取り組みとしては、少し補正をするような仕掛けを入れているということで、今般は令和2年度の対応としては、先ほど申し上げたような措置を講ずるということになったわけでございます。ただ、まだ自治体の皆様からは、さまざまなご意見、ご要望いただいているところでございますので、地域区分のあり方、今後も引き続き検討していく必要があるというふうに十分承知をしております。藤田君。今の考え方を含めてちょっとお聞きしたいところが、四条畷市というところは今 6% なんですけれども、周辺がですね、片野が 10%、 寝屋川が 12%、 そして大東市が 15% ということでですね、かなり開きがございます。でこれですね、これちょっと地元事情を言いますと、この四条畷市と大東市というのはこれ 6%、 15% で非常に大きな開きがあるんですが、生活圏をほとんど5つにしてましてですね、いわゆる JR 学研都市線という沿線に属してまして、それから消防組合、警察も1つ、それから文化圏、生活圏も非常に似通っていてですね、で四条畷駅っていうのがあるんですけれども、これが大東市にありますという、市境にあるんですけれども、こういうことが、ございます。で大東市はですね、大阪市に隣接していることや、または中小企業数が多いということもあってですね、地域区分がもともと高いというのは、分かるんですけれども、ここでですね、非常に格差が生まれているっていうのが、あります。で例えばですね、保育の分野では保育士の確保が非常に大きな課題というふうに民間も公もなっておりまして、両市の保育士の平均年収はもうすでに年間で30万円以上の差が生まれているということになっております。
これなんでこれ市場のあて市は、まあ、要は漏れてしまっているのかというのをちょっと理由を教えてほしいんですけれども、お願いをいたします。内閣府藤原審議官。お答え申し上げます。今回の令和2年度の措置といいますのは、先ほど来ご説明申し上げま、申し上げているように、その当該自治体よりも高い地域区分になっているところに囲まれている、まあ、そういうふうな自治体についての措置というところまで、まあ、今回令和2年度で対応してさせていただきました。まあ、これは実は介護保険との状況等の整合性ということもありまして、まあ、そういった検討の過程でこのような措置を図ったところでございます。ただ委員からのご指摘のとおり、その実態、生活実態に即したその地域区分ってどういうふうにするべきなんだろうかというふうなことは、中でも与党のご検討ですとか、会議の審議会でのご検討の過程で、まあ、確かにいろいろなご要望をいただいたところでございました。で、私どもとしては、やはり新制度における地域区分を議論する際には、やはり統一で客観的なルールがある、それから他の社会保障制度との整合性ということは踏まえる必要があるだろうと思っております。一方で、まあ、市町村ごとにさまざまなご意見があるということを承っておりますので、まあ、客観的な地域区分としつつ、どのようなこう実態をですね、反映することができるのか、ちょっとかなり難しい問題では、課題ではあると思いますけれども、まあ、今後のやり方についてしっかりと検討を進めていきたいというふうに考えております。藤田君。ありがとうございます。これちょっと深くレクの時にも議論させていただいて、まあ、いわゆる囲まれルールの中で、今ちょっと申し上げなかったんですが、市場のあて市というのは奈良県の生駒市にも、まあ、面してまして、でそこが 6% なんですね。でそれも大きな理由になったというふうに、まあ、お聞きしてるんですけれども、まあ、ちょっと事情を言いますと、さっきおっしゃられたように生活実態っていうのが非常に僕は重要だと思ってまして、市場のあて市は5万6000人ぐらいの町でして、市街地が西側にあります。で東側に生駒市と隣接する、まあ、田原地区っていうのがあるんですけども、ここに約9000名が住んでます。で人口でいうと 16、7% という形でして、まあ、逆に言うと 80% 以上が西側の市街地、まあ、イコールこの大東市、さっき15% と申し上げて大東市とですね、生活圏を5つに、まあ、しております。まあ、そういった観点から、これ奈良県の生駒市と隣接していることで、まあ削られるっていうのは、これちょっと整合性、論理的整合性が、まあ、あんまりないなというふうに、まあ、思うわけです。で加えて言うなら、さっき事例に挙げさせていただいた島本町についてはですね、地域区分が 3% である京都府大山崎町にも、まあ、隣接しているわけであります。で私はまあ何が言いたいかというと、この地元優遇してくれって言いたいわけじゃなくてですね、まあ、実態に合ったいわゆる判定基準っていうのをちょっと整備していただきたいなと、その補正のですね、仕組みっていうのを作っていただきたいなというふうに、まあ、思うわけです。そもそも趣旨でこの保育についてはですね、これまあ国家課題でして、まあ、人口減少、少子高齢化に歯止めをかけるための大きな施策の中の一環であるというのは、まあ、もちろんそれだからこそこの囲まれルールを、まあ、保育の分野は強化していこうということが、まあ、あるわけですし、これまあ、納得できる理由があったらいいんですけれども、まあ、なかなかこれ大阪府下でもですね、まあ、市場のあて市だけが、まあ、こういった理由で見落とされているっていうのは、これやっぱりこの見落とされていたり漏れ落ちていたりするところで、まあ、しんどい目しているところを、まあ、いかにこう救ってあげるかっていうのも、やっぱ行政の細やかさ、非常に重要なことだと思うので、まあ、一つですね、この同一生活圏、またはその市町村における人口比率における、まあ、生活圏というものも考慮をぜひ入れていただきたいなというふうに、まあ、思うわけでありますけれども、ご見解いかがでしょうか。内閣府藤原審議官。お答え申し上げます。やはり市町村ごとにさまざまなご意見があるということはよく承知しておりますけれども、客観的なこう地域区分というふうにしつつ、どのように例えば委員の今ご指摘いただきましたこう同一生活圏というものをどのような指標で見るのかとか、実態をどう反映していくのかというのは、課題であるというふうに思いますので、まあ、今後のあり方については自治体のご意見もよくお伺いしてですね、実態もよくお伺いをした上で検討を進めていかなければいけないというふうに思っております。はい、藤田君。ありがとうございます。確かに数字でバシッと切ってしまうのは非常に難しいんだと思うんです。でもそれ
大阪府の中で見ても島本町と四条長手で四条長手の方が盛り落ちてしまう理由って何やろうって考えたときに、まあ、なかなか説明つかないと思うんですよね。なので、まあ、これぜひ細やかなフォローっていうのをぜひしていただきたいというふうに思います。それからちょっと最後に介護障害保育の、まあ、地域区分は先ほど冒頭お話しさせていただいたとおり公務員の地域手当に準拠しているというのが ありますけれども、これ専門家会議なんかでもこの地域手当はですね地域構造基本統計調査をもとに決まっていると思うんですけれども、この見直し期間がですね10年間とこれ非常に長いと。で今非常にビジネスの移り変わりなんか産業の移り変わりも非常にスピードが速くなってますから、これ10年ちょっと長いんじゃないかということが、まあ、有識者の検討会でもですね結構意見出てまして、これ短くするというような、まあ、検討なんかはされますでしょうか。ちょっとご意見いただきたいと思います。人事院佐々木給与局次長。答え申し上げます。国家公務員の地域手当につきましては給与の中で基本的な給与ということでございまして、一定程度の期間安定的なものとする必要があるところでございます。また地域ごとの民間賃金水準の違いをより適切に反映させるためには相当の期間におきます地域の民間賃金水準の動向を踏まえる必要があるところでございます。このようなことから国家公務員の地域手当の支給地域および支給割合につきましては10年ごとに見直すということを例にしているところでございます。藤田君。この統計調査をはもともと地域手当のために作られたものじゃないんで、まあ、これの整合性なんかも、まあ、検討会でも出てたと思いますんで、まあ、ちょっと時代の流れでスピーディーにですね実態に合わせていくっていうことも、まあ、ぜひ検討していただきたいと思います。で今日の事例はですね、まあ、私地元なんでよく分かっているところで今事例に挙げさせてもらったんですけども、多分全国でもあると思うんですこういうところが。でこれをですねいかに実態に合わせていくかっていうことが、まあ、重要だと思いますんで、まあ、今日の議論聞いていただいてですね、ちょっと政務の方からも一言ご見解いただけたらと思います。藤原内閣大臣政務官。ありがとうございます。今先生からお話ありました通り、この子ども子育て支援新制度においてはこの地域区分について、自治体の皆様方からさまざまなご意見があるということは、内閣府においても承知をしております。今審議官からもお話ありました通り、まあ、実態にどういうふうに合わせるかというのがですね、なかなかバツッといった数字というところで出せないというところが、まあ、難しいところなんだろうと思っています。しかしながらこの件についてはですね、この地域区分のあり方については昨年12月の子ども子育て会議の取りまとめにおいても引き続き検討すべきということとされておりまして、基準の統一性、そして客観性、そして他制度との整合性や財源の課題もございます。こういうようなことを踏まえつつ引き続きですね、地方団体や事業者団体の皆様とご意見を丁寧に伺いながら検討を引き続きしていきたいと思っております。藤田君。地域区分の、まあ、パーセンテージが悪いところは、まあ、どうしても各近隣との格差で、まあ、給与格差も出ますし、もうそれこそ確保自体が難しいというのはこれかなり大変な状況でありますので、まあ、ぜひ実態も見ていただいて前向きにご検討いただけたらと思います。続きまして議題変えまして、自治体の助成と税制についてお聞きしたいと思います。まず自治体で各種の助成事業や、まあ、無償化のサービスなんかを受けますとですね、雑収入として所得が増えたとみなされて確定申告が必要になると、まあ、これ所得税法で、まあ、決まってるんですけれども、まあ、昨年の11月我が党の音喜多参議院議員からもですね、東京都の助成事業であるベビーシッター利用支援事業の例を挙げてもらいまして、質問がございました。でこれ所得税法第9条ではですね、学費、まあ、いわゆる教育については除外規定がありましてなっているんですけれども、まあ、この保育はじめ福祉政策全般については非課税対象とはなっていないと。この所得税法の考え方について確認のためにご説明をいただけますでしょうか。財務省宮島大臣政務官。お答え申し上げます。所得税法上現在はそのようになっているというふうに認識しているところでございますということです。基本的にはですね、はい、藤田君。音喜多参議院議員 の質疑内容とも聞いてましたが、まあ、歴史的に教育は、まあ、学術の奨励という観点というのを、まあ、挙げていただきまして、これ配慮がこれまでなされてきました。しかしながらこの保育についてはこれまで歴史的にもあんまり検討されてこなかったっていうのが、まあ、経緯として事実が、まあ、ございます。でこれ
重複になりますが、このベビーシッター事業を、まあ、1時間150円で東京都は利用できると。でこれを民間のサービス料が、まあ、仮に2000円であれば1850円が助成対象となってですね、これがまあ雑収入として自分の所得に上乗せされるわけであります。でこの助成制度をフル活用すると、まあ、年間300万円ぐらい使うことができまして、年収400万円の人が利用すると、世帯年収が400万円の人が使うと700万円とみなされるということになっています。でこの場合、所得税、住民税がまあ増額されるという形になりまして、まあ、大体世帯年収400万の夫婦だったら、まあ、30万から35万円ぐらいの負担が増えると。でこれ手取りが増えたわけでないのに、まあ、払わないといけない額があるということで、まあ、400万円の世帯で35万円だったとしたら、まあ、約 10%、 これ非常に大きい、まあ、額であると。でここで挙げました、まあ、ベビーシッター事業もそうですけれども、まあ、自治体がですね、特徴的に行う、まあ、他市との、まあ、比較優位も含めてですね、特徴的に行う、強化して行う助成事業は、まあ、全て雑所得税計上しなければならないわけでありますけれども、これ地方分権の観点からも、これ交付税で自治体が、まあ、国からお金をいただいて、それで助成事業をやって所得税で国税に還流されるという形で、これちょっと、まあ、考え方によっては、まあ、税が還流しているような見え方も、まあ、するわけであります。で私はですね、考えるにこの、まあ、まずこの保育の分野においては、前段の保育士の地域区分の問題も、保育の地域区分の問題もありましたが、やっぱり全国的にですね、もう少し力を入れていかないといけないという観点から、この除外規定に保育の部分を、まあ、含めてもらうっていうのも一つ提案として、まあ、させていただきたいことですし、もう少し広げて、自治体が助成事業を、まあ、一生懸命やると。でそこに関して、まあ、所得税が増えて、これ、まあ、市民の方々が、まあ、確定申告したこともない人もおりますから、これ、負担になるのをですね、これ、除外してもらうっていうことも、これ、考え方としては、地方分権の観点から、ありえると思うんですけれども、このあたり、ご見解をいただけますでしょうか。はい、委員長。財務省、宮島政務官。お答え申し上げます。先ほどのですね、まあ、学資によるもの、所得税法で確かに決まっているところでございます。そして今、委員のご指摘の点についてはですね、やはり地方自治体が実施している各種の助成、またはこの無償化のですね、等のサービス、この実態、形態はさまざまですね、あると思うわけでございますから、まずは関係省庁、まあ、厚生省が中心となろうかと思いますけれども、どのような自治体でですね、どのような支援が、またどのような形態でですね、行っているかということをですね、実態把握行っていただいて、まあ、それを踏まえてですね、どのような対応が必要か検討してまいりたいと考えているところでございます。はい、藤田君。ありがとうございます。昨年11月に音喜多議員が質問させていただいたときも、まあ、麻生大臣からも、まずは状況把握のために調査を行うという前向きな答弁をいただいて、まあ、今日もその発言ご発言いただきましたが、これ、保育の問題は、まあ、何度も申し上げますが、まあ、非常にこの子育て支援、それから少子高齢化の歯止めをかけていくという意味では、まあ、私は強化、もっともっと強化すべき領域であるというふうに、まあ、認識してるんですが、これ前向きなご答弁いただいてですね、この状況把握、それから、まあ、検討というのを、まあ、どのような形で、どんなスケジュールで、まあ、していただけるのか、もしお考えがあればお聞かせいただけますか。はい、宮島政務官。お答え申し上げます。財務省としてはですね、まあ、これすぐどうのこうのということを動かすということはございません。ただ税制改正は毎年やっていることですので、それに合わせする中でですね、進んでいければ良いなというふうには考えているところでございます。藤田君。ありがとうございます。これ、まあ、実際にこれに該当してしまっている方結構いらっしゃるんで、しかも、まあ、かなり実際に実生活に影響が出る話でもありますんで、まあ、ぜひとも前向きに検討していただけるようにお願いを申し上げます。最後にですね、フェイクニュースについて少しお話を議論したいと思います。
ツイッターやフェイスブックなどの SNS アカウントではですね、アカウントの名前を、まあ、自由に決めることが、まあ、できます。でこれ実際にあるんですけれども、公共機関の名称またはそれに類似する名称を、まあ、勝手に使用しているアカウントっていうのも、まあ、多数存在しまして、まあ、それ自体なかなか規制するのが難しい。でその場合ですね、このフェイクニュースが拡散される危険性があってですね、特に、まあ、今もそうですけれども、新型コロナもそうですし、まあ、災害時そういったところに時に大きな被害が、まあ、出る恐れもあると。でこの拡散というのはスピードがもう一瞬で瞬く間に一夜にして広がってしまいますから、こういうですね、公共機関とかの名称またはそれに類似する名称なんかをですね、まあ、未然に規制ないし何かの、まあ、防御策を考えることはできないかということをお聞きしたいと思います。総務省谷脇総合通信基盤局長。お答え申し上げます。今ご指摘の他社になりすましたアカウント利用への対応ということでございますけれども、それぞれの SNS 事業者の約款などに基づきまして、アカウントの停止を含む自主的な取り組みがなされているものと認識をしております。また通信業関連業界団体におきまして策定をしております違法有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項というものがございます。でこの中でなりすまし行為が禁止事項として定められておりまして、総務省ではこのモデル条項の策定や改定につきまして支援を行いまして、各事業者において約款などに基づき適切な対応を取るよう促しているところでございます。総務省といたしましては、今後とも関係事業者に適切な対応を促してまいりたいと考えております。藤田君、ありがとうございます。これレクの時にも警察の方にも来ていただいていろいろ議論したんですが、まあ、もちろん犯罪行為とか、まあ、そういうフェイクニュースの拡散みたいなのがあった時に捜査すると、でそれに歯止めをかけるというのは、まあ、当然に行われてまして、それはもちろんいいと思うんです。しかしながらこれからさらに IT 化が進んでいって、この情報がもうまさに氾濫していく時代には、この未然に防ぐという設計思想を僕は強めていただきたいなというふうにまあ思います。でこれ難しいとは思うんですけれども、まあ、もう少しですね、このいかに事後ではなく事前に未然にまあ設計思想を、まあ、未然に防ぐという設計思想を ぜひ組み込んでいただいてですね、強化の体制作っていただきたいと思います。大臣、なんか一言あれば大丈夫ですか？ありがとうございます。これで今日ちょっと早いですが終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、これにて藤田文武君の質疑は終了いたしました。次に